さん上司大学行ってみたいと思います。本日の英文法の全体図はこちら、正誤問題10問でございます。で、皆さん1台ずつ行くんですが、その中で出てくる大事な情報、それを皆さん授業の一番最後にまとめますので、まず皆さんは問題を解く、そして解説を聞く、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで頑張っていきましょう。サミさん、設問の指示の一読をお願いします。デミさん、問いの21番お願いします。サミさん、下線部 A をちょっと見ていただきたいんですが、オブフィッチ、皆さん関係代名詞の左側に前置詞をつけるのは問題ないんですが、どういう前置詞をつければいいのかという判断基準は後ろに戻せば分かりやすかったですね。つまり右側の方に移動させてみると。で、もちろん移動先はどこですかと言われたら、皆さんここにコンマがついておりますので、皆さんパティスペイトの右側ですね。ここに移動させてみる。つまりもともとここにあったと考えていただけると分かりやすいかと思います。じゃあ皆さん、前置詞どれにしますか、何にしますかということですが、皆さんパティスペイトときたら後ろは前置詞インでしたね。うにゃうにゃに参加する。ですからまず正解は下線部 A、 そして皆さんこのオブをインに直せばバッチリです。では皆さん、続いて問いの22番お願いします。皆さん、下線部 D がちょっと怪しいですね。もちろん出だしの Generally、 LY ついておりますから副詞。ということは右側の Acquired、 それは形容詞ですよね。ということは皆さん、右側、形容詞がかかる相手でございますので、名詞でなければいけないですね。ですが皆さん、Patient、 忍耐強いという形容詞でございます。ですから形容詞がかかっていく相手は名詞でなければいけないわけですから、正解は D。 で、皆さん、ペイシャントを名詞に直すと言われたら、ペイシャンス、忍耐ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、23番お願いします。で、これは下線部 B が怪しいですね。で、もちろん皆さん出だしは演歌の歌手、歌い手さんですね。で、それを受けて Who's participants? そうつなげてしまうと歌手、歌い手さんの参加者、ん?ってなってしまいますよね。ですからどうやら正解は下線部 B ですね。じゃあどう直しますかと言われたら、これ皆さん、 Who's の先行詞 Singers とするからおかしくなるんですね。で、皆さん、コンマとコンマで挟まれておりますので、ちょっとカッコでくくりますね。そうすると皆さん、先行詞がはっきりしますよね。で、皆さん、遡ってっていただけると、歌の基準、つまり歌唱の基準ですね。それが皆さん、さらに右側で言い換えられてますね。一種の理想的なモデル。で、それに対して参加者は頑張るんですね。ですから皆さん、先行詞はこのあたりでございますので、フーズをフィッチに直していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、問いの24番お願いします。で、これは下線部 D の直前、これですよね。助動詞がおります。で、もちろん助動詞の後ろと言われたら、そうです。動詞の原型にしないといけないですね。で、皆さん見ての通り、consists。なぜか三人称単数の S がついてますよね。ですから正解は、下線部 D、consists。これを consist に直せばよろしいですね。で、皆さん、問いの25番お願いします。皆さん、これは有名な熟語でありましたね。refer to。ときたら、後ろは A as B。そうです。regard A as B とか、think of A as B。A を B とみなす。もしくは A を B と考えるという意味と同じパターンですね。ですから、下線部 B のこの前置詞 in を as に直せばよろしいですね。refer to A as B。ということで、正解は B でよろしいかと思います。さあ、皆さん、問いの26番お願いします。サミさん、これ下線部 A の represents。
まあ、動詞があるのはいいんですが、主語はどれかわかりますよね。当然左側の文頭の名詞。で、皆さん見ての通り、both A and B。A と B の両方、複数形ですよね。ですが、下線部 A、この S がついちゃっておりますね。いわゆる三人称単数の S はいらないですね。ですから、この represents を represent。これに直せばよろしいですね。ですから、正解は A ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの27番、お願いします。これは下線部 D のこの singer。なんかおかしいですね。一人二人と数えることができるにもかかわらず漢詞がついていないですね。ですから正解は下線部 D。まず下線部左側にこれがいますよね。その歌の歌い手さんでございますので、singer を the singer。これに直せばよろしいですね。テブさん、問いの28番、お願いします。さあ、皆さん、これ、下線部 C が怪しいですね。working の右側に前置詞 in がくっついちゃっておりますね。というと、皆さん、これ、どこかで働くのかっていう話になっちゃいますね。まあ、オフィスみたいな場所を表す表現が、この前半にあるかと言われたらないですからね。ですから、ひとまず正解は下線部 C ですね。でもちろんどうなしますかということですが、当然この NHK ののど自慢に出た人は、この司会者にアドバイスを受けるんですね。まあ頑張ってくださいねってことですね。そういう時には前置in を at に直せばよろしいですね。work at、 うにゃうなに取り組む。その熟語の確認ができる問題ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの29番、お願いします。もちろん怪しいのはこの下線部 C ですよね。woman、単数形でございます。ですが、下線部の左側には to という話がおりますので、複数形にしないといけないですね。ですから皆さん、woman のところは women。これに直せばよろしかったかと思います。デミさん、問いの30番、お願いします。さあ、皆さん、これは下線部 C のサジェッションのところが怪しいですよね。これ皆さん、このままほったらかして、このざっと説が何なのか説明がつきますでしょうか。皆さん、読んでいただいてわかるかと思いますが、日本人はカラオケを真剣に捉えてるんですね。で、そういうことを示唆しているわけですから、このざっと説は目的語にあたりますよね。ですからそれをうまく説明するためには suggestion、 名詞で止めている場合ではございません。ですからここを他動詞に変える必要性がありますよね。ですから suggest とやっていただけると皆さん後ろ目的語を取ることができますね。でなおかつ左側には前置詞がいますので、後ろに動詞の原型をそのまんま置くことはできないですね。ですから、ing, suggesting. こうしていただきますと、前置詞の後ろということで、動名詞。というふうにうまいこと説明がつきますからね。ですから、正解は、下線部 C。この suggestion のところを suggesting。それに直していただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さんお疲れ様でございました。先ほどできた情報の中で、次につながる情報ですね。それをまとめていきたいと思います。まずは1番目、前置詞プラス関係代名詞。皆さん、それに出会ったらですね、前置詞を右側に移動させると分かりやすくなりますからね。で、もちろん、それに関する解説動画はすでに存在しておりますので、そのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。この後お時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。そして2番目は品詞の問題でございました。まず右側、patience。名詞。で、その名詞にかかるものは形容詞。そして形容詞にかかるものと言われたら副詞でしたね。この皆さん品詞に関する意識があまりない方が結構いらっしゃいますので、大学側は突っ込んできますからね。そして3番目、動詞プラス A as B と言われたら、基本は皆さん A を B とみなす、考えるという意味でよろしいかと思います。ただやはり今回もそうなんですが、動詞が一体どういうものになるのか、ある程度言えた方が安心です。まず1つ目は regard、 そして2つ目 think of、
そして3つ目は look upon。 そして今回問題になっていた refer to、 こういうものは後ろ A as B、 それを取るんだということを意識していただけるとよろしいかと思います。そして4番目は work at、 うんたらかんたらに取り組むという熟語でしたね。そして皆さん5番目、皆さんこれ最後の問題でございましたが、まず by という前置詞の後ろに ing を置くことによって名詞の働きになりましたね。ただ皆さんそれに suggest という動詞がくっついておりますので、皆さんこういうものを同名詞と呼びました。そして皆さん suggest と言われたら他動詞でしたので、皆さん後ろの that 説が目的語、つまり他動詞目的語の関係性ですね。こういうことは皆さん成り立つかどうかは判断する問題でございました。で皆さん間違い探し問題、正誤問題ですね。まあいろいろ狙われるところはあるんですが、上智や上智以外のまあ定番ですね。つまりよく狙われる注目ポイントと言われたら、まず A は助動詞の後ろは動詞の原型ですよね。まあ言われてみれば簡単なんですが、そういったところもちょいちょいですね、放り込んでくれます。そして B、 主語が単数なのか複数なのか見えてるかどうか判断させられますね。そして最後 C ですが、冠詞でございます。つまりあーとかざーとかがつくのかつかないのか、さらさんご覧になっていただいてですね、もし知らないところがありましたら、この後できましたらノートを取っていただいて、ノートを取りましたらこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える、そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで参考になさってください。